ここもやや寒いですね。うん、でも全然始まったらなんかあれですね。はい。はい、どうぞ。はい。すみません、お待たせしました。さあ始まりました。インプットでございます。山ちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。大体4組読んでた、はい、毎回ここで我々にインプット、していただくんですけれども、そういう立場でありながら、はい、本番前に寒いとか、はい、いやだから僕もなんとかスタッフのおっちゃんとかね、はい、汚いジャージで雨の中来てくれてるんですよ。全然気が入ったね。いや本当に多分俺下半身濡れながら、はい、靴下も濡れながら撮影してくれてるのに自分は本当に一切濡れずに来て、そうそうなんか寒いっすねみたいなのをあんまり簡単に言うもんじゃないとは。いや、ヒゲさん、そのトラップはないですよ。いやいや、入る直前まで山ちゃん寒かったな。外は寒いけど、これ始まったらもうあったかになるよってなんとかフォローしたけども、はい、見てられんかった。みんな顔みんな一生懸命すいません、皆さん、そうですよね。皆さん作業されてるからね、まあ、ほかほかですし、そんな中ね、そら何も動いてないです。来て来て、偉そうにやってきてね、どう寒いですねみたいな。いや、これ皆さんもし寒かったら暖房のきっかけをってね。いや、ちょっと待ってください。このね、テレビの言ったらカメラマンの中で一番汚いおっちゃんが一生懸命、はい、一生懸命指紋ないんすよ、もうこすれて。えっとだ、こすれ、かばってるんですか。かばってます。かばって、こっちもカチンときてかばってるんですよ。本当ですか。寒い、はい、暑いなんて言うもんじゃないって。本当に皆さんとこの間でちょっとホカホカしてました、はい、よかったよかった。よかったです、意外しなさい。今回もいろんなものをね、我々インプットしたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。言葉気ぃつけないか、ついつい上の立場で言ってんのよ、本当に。いや、それは本当に気をつけなきゃって。あのこの前週刊誌が選ぶ、はい、嫌い、スタッフが選んだ嫌いな MC 何やったんですか。第5位です。ピッチ早いですね。怖い、これもう大体帯番組やってるんだ、段階でやっぱりね、はいはい、あの賛否あるから増えていくけど、ね、はいはい、もうこの段階で5位はなかなかピッチ早い。まだ1年経ってないんですね。来年には3位、はい、2位になってんちゃうかな。うわ、ちょっと上り詰めましょうか、はい、頑張って自分の意見言えば言うほど嫌われるっておかしい。恐ろしい話です。おかしいです。よろしくお願いします。お願いします。はじめまして、大学の先生芸人黒ラブ教授と申します。よろしくお願いします。黒ラブさん、あ、座ってください。ありがとうございます。大学の先生やってるんですか。ニュートリノ、あ、すみません、素粒子出ちゃいました、すみません。あ、なるほど、ニュートリノってなんかあの物理学のなんかワードは聞いたことあるんですよ。いやいや、ちょっとこれ東田さんがずっと興奮さんあるじゃないですか。本当ですか。これ昔からアインシュタインの相対性理論、はい、をなんか分かるようになりたいと思いながら、玄関開けたらまたすぐ閉めるんですよ。結局難しいから。確かにすごい難しいです。相対性理論ってどういうことを言ってると思いますか。10秒間、はい、ここ座ってる10秒間と、はい、新幹線で高速で移動してる10秒間は限りなく10秒に近いけど、新幹線で移動してる10秒は 9.999999 秒なんです。そうなんです。いや、もう分かりやすかったですね。だから俺入り口だから一回ノブ持ったのよ。ノブ持って開けようとしたけど諦めたのはそこまでしか分からなかったのよ。僕今ノブで静電気でやれてる。やめて、戻ってきてください。相対性理論って何かっていうとですね、時間って人によって進み方は違うよね、空間って人によって縮んだりするよね、相対的なものだよねって言ったんですね。いやいや、一瞬分かんないですよね。時間って人によって進み方違う、はい、それ今俺が言ったこと。あ、でもそうです。あのでアインシュタインさんはメディアの人にこう言ったんですね。可愛い女の子と一緒に1時間座ってみなさい、1分ぐらいにしか感じられないでしょ、うん、でも熱いストーブの上に1分間手を置いてごらんなさい、うん、1時間ぐらいに感じられるものでしょ、うん、時間ってそういうものだよって、これはあの比喩で言ってるんですけども、うん、でも本当そういうようなことを発見した入り口は、そういう話でしょ。入り口は一休さんみたいな人。あ、でも、まあ、まずはそういう感じです。じゃあ具体的に時間って人によってっていうので、はい、じゃあどういう条件なのか、うん、っていうとこちらでございます。早く動くものほど時間の流れはゆっくりになる。だから10秒じゃなくて9秒とかっていうことでしょ。そうです、そうです、そうです。そのようなことを言ったのが相対性理論なんですね。うん、で早く動くものほど周りの空間が縮んでみるってどういうことなの。
これって、あとで説明します、はいはい、相対性理論って実は2つあるんですよ、はい、特殊相対性と一般相対性、1905年ですよ、26歳の時と1915年一般相対性理論のことで、簡単に言えばアップデート版です、うん、じゃあ俺が言ってるのはこの特殊相対性理論ってことですね、はい、1905年のやつ、そうです、時間と空間、でも全然まだみんな認められなくて、そう何を言ってんだって最初からも今ずっと一緒、はい、僕がダウンタウンさんより面白いって言ってるようなもんですよ、とんでもないこと言ってたけど、そういうことです、が面白いことを言ってるっていう、だから全然相手にされなかったんですけど、徐々に徐々に、あこの人言ってること本物かも、あれなんか俺になんか読んだ時ニュートンとかそういうその前の世代のスターさん、はい、そうです、ね、そうです、そのスターさんのやつが全部覆されるすごい、そうです、興奮ですよね、温度差がちょっといや分かる、そう、科学大好きです、だからニュートンさんとか代々の歴代のその科学者たちの欠点についてその愚の根も出ないというか、はい、ね、アインシュタインさんのその発見したことは全て、全て、なるほどそうっていう風にみんながこう納得したってことでしょ、このニュートンさんが覆ったのはこの辺です、あれ光の速度がどこで測っても変わらないよって言ったんですね、ニュートンさんっていう、あっていう風に疑問になってたんですよみんな、うん、というのもニュートン兄さんはですね、うん、あの車が A と B あったとして、50キロで進んだとしましょうよ、でこの人から見たら全部50キロですよね、うん、50キロでもこの車の中からこの B を見たら50+50+50で100キロにならなきゃいけないですよね、そう、これはまだニュートンさんの、ニュートン兄さんのニュートン兄さんの言ったことです、じゃあそのルールで光を見てみます、光を見ると光は秒速30万キロで進んでる、ね、で、まあ、A と B のこっちからも進んでるとしましょうよ、うん、60万、はい、ニュートン兄さんやったら60万なんですけど、どう頑張っても30万キロしか測れなかったんですね、光は変わらなかったの、うん、なんだこれって言って研究者さんはニュートン兄さんのことは正しいけど、まあ、地球では何かの原因で測れないんだろうねっていうふうに言ってたんですよ、うん、あ、なるほど、でその時にアインシュタインが光の速度は事実は30万キロなんだから、うん、それをにしましょうよ、事実がもう30万キロなんだから、その光の速度は観測値が動いても動かなくても変化しないんだ、高速度不変の原理って言うんですけど、うん、もう光の速度は一定だ、変わらないんだっていうふうにしましょうっていうふうに、それ発見したんじゃなくて、うん、しましょうっていうことなの、そうです、そうです、これで辻褄合わせるようにいろいろ全部変えてってみたんですね、はあ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 、っていうのがまず前提です、前提、はい、うんうん、光はあの重さがないので、うん、重さがないやつは30万キロ上限があるってマックスなんだ、31万キロないんですよ秒速で、この世の中に、なんでなの、それはそうしたの、それかほんまにそうなの、本当にそうなの、ほんまに、だってどう頑張ってもいろんなとこから光より速いものはないの、ないです、だって質量ゼロですから、その質量ゼロは重さがゼロなので、重さがあればやっぱり遅くなっちゃうんですよね、でも重さがゼロ以上ではないじゃないですか、重さがもう軽い、ちょっとだけ話時間長るけど、はい、その30万キロは分かりやすく言うとどうやって測ったの、速さが時間分の距離ですね、あ、なるほど、その距離とかを時間をちゃんと測って、それでだんだん精度よく測って、速さはどう頑張っても29万キロとか30万キロとか、昔の時代からその精度がだんだん良くなってきたんですけど、そう、機械もちゃんとできてっていう、パッてライトつけて届いたところっていうところのあれをそのあの公式に当てはめて伸ばしていったらおよそ30万キロ、原始的には本当に光が届いたあっっていうふうに、そういう調べ方も知ったりして、昔はしてたけど、はい、でちょっとずつそれがより精度が良くなってってこと、はい、なるほどなるほど、わかりましたわかりました、はい、宇宙一が光、はいはい、そうです、上限がある30万キロ、うんうん、はい、これを前提に全てのものを考えたときに、これ山里さんだとしてください、はい、地上にいます、なんと止まってる、はい、でこれロケットです、うん、でここに東野さんがいたとしてください、乗ってる、はい、でここでちょっと変わったことなんですけど、光時計っていうのを想像してください、はい、光時計って何かっていうと、まあ、光のボールだと思ってください、はい、でここからここまでありえないんですけど、高さ30万キロメートルだとしてください、うん、なぜかというと光の速度は1秒間あの30万キロなので、うん、1秒たここ落ちたら1秒って言います、はい、そっからスタートしてそこ落ちたら1秒ね、はい、そうです、そうです、はい、で止まっている時は山里さんはこの1秒で落ちるのはまあ普通で
東野さんもここから見たら1秒で落ちるのは同じだと思うんですね、うんうん、これが高速でかなり動いてるとするとこれがこう動くので、はい、ちょっとあれですけどこうなりません？こっちに？ああ分かる分かる、はいはい、分かる分かる、なんかあの電車の上からボール落としたらファーンってそうです落としたつもりだけど電車こう地上から見たら、あいや分かる分かる分かる、うん、これって三角形で昔やりませんでした？11ルート2って言って斜辺がここ長くなるの一番長いっていう、もうその時俺諦めたんですよ、はい、ごめんなさい、あのここよりこっちの方が長いってことだけ伝わればいい、あ分かる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 、ということは、うん、光の速度は変わらない、あ1秒間に30万キロ、めちゃくちゃ分かりやすい定義なので、うん、光の速度は不変というふうに前提条件をつけているので、あれこのロケットの中の進む距離が時間が遅くなってるっていうふうに考えないと辻褄が合わなくなっちゃうんですね、ここだけの時計が早く動く、待てこれ山ちゃんから見たらこれじゃないの、斜めですよね、斜めとかでしょ、でこの距離長いじゃないですか、はい、でこれは短いじゃないですか、はい、で僕から見たらこの時間やけど山ちゃんから見たらこの時間やから辻褄合わせるにはこっちの時間がなんか進みが遅くなんないと、だってここまで行くのに1秒ですもんね、うん、はいはい、はい、それこれを1秒とするならば辻褄合わんよねって話ですよ、はいはい、分かる分かる、うん、まだついていってるということで、うん、早く動くものほど時間はゆっくり進む、うん、ああだから俺が言ったやつは言ったやつです、そういう理屈ってことね、そうですそうです、だから新幹線が 0.9999999 ってことね、はい、それは、はい、特殊相対性理論のほんまの入り口、根幹です、これが根幹なの、はい、もうこれが根幹でございますね、うん、はい、これ知っとくといろいろどんどんつながってくるの、はい、全然すごいつながってきます、光の速度が不変というのが全てにおいてもうきっかけです、それが光の速度が不変っていうのが分かるといろんなことが分かるわけ、分かっちゃいます、恐ろしいことが起きる、例えば分かりやすく、あじゃあもう距離は速さかける時間とか、うん、それ分かる、まあ、これはじきで習うと思うんですけど、今は時間はゆっくり進むんですよね、はい、はい、中はね、中はね、はい、時間がゆっくり進むのでここの時間がゆっくりなんで小さくなんですよね、小さくなる、うん、分かる分かる分かる、速さは、うん、光の速度は変わらないという大前提なので、うん、速さは時間分の距離で時間が小さくなってから距離も小さくならないといけなくないですか、変わらないんだもんね、だから速さは絶対変わらないから、はいはい、速さ変わらないので、はいはい、そう縮み合わせる、うん、そう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 、ということはここの距離も縮むことになる、空間が縮小する、あ一番最初にやったやつや、そうです、歪むってやつや、はい、空間って人によって縮んだりするよってこと、はい、あ嬉しいです、あの私吉本興業にいるのに、はい、いつもあの単独ライブが理化学研究所で、うん、スーパーコンピューターのお笑いライブとかやってるだけなので、理化学研究所でやってんの、やってます、あのすごいや、芸人さんと絡むことがなくてですね、だからこんな絡みづらいんだそれはアインシュタインはどのきっかけでこの縮むまでは分かったわけ、はい、最初からこれでその研究した結果、だって目の前のことじゃないじゃないですか、うん、光のことやから、はい、それをどうやって証明してどうやって論文に落とし込むの、ずっとずっと16歳ぐらいの頃からもうだからニュートン先輩おかしいとか言ってて、でずっと考えてたんですよ、はあ、でもやっぱりみんな何言ってるんだろう、ね、1905年の時は確認されたのが1972年飛行機で、あそうかそうか、精度がいい時計がないんですよ、確認しようがないんです、こんなこと言われても、80時間地球一周したんですけど地上よりも2500万分の1秒時計が遅れるって、すごいな、これすごいな、はい、あともしかしたらあのニュースで出るかもしれないんですけど、次に、はい、ミューオンっていう素粒子が宇宙から常に降ってきてるんです今、うんうん、素粒子、でその寿命がですね 2.2 マイクロ秒ってめちゃくちゃ少ないんですよ、なので地上すごい上空でミューオンっていう素粒子がなくなっちゃわないといけないんですけど、光の速度で進んでるのでミューオンがここに今来てるんです、ほらほらほら飛んできた今何個も飛んできてるんです、これはなんでかというとすぐ消えちゃうんですよ、寿命が 2.2 マイクロ秒弱っちいんでね、はい、すごく弱っちい、後ろパッて消えちゃうんですけど、なぜか地上にも届いてることが分かったんですね、1936年にはもう、でそれはなんでかっていうとこの
光の速度で進んでるので、こいつの時間がゆっくり進んでるんですね。あ、なるほど。ほんまは1秒の自分やけど、はい、そうそうそう、これは 1.2 秒ぐらいのその、はい、そうですそうです、あの余力があるからついちゃうってこと。生き残ってたんですね。はあ、なるほど、はい、それもだから要は相対性理論から分かったってことでしょ。そうですそうです、実証された例の一つです。なるほど。でこのミューオンがいつかニュースで今ピラミッドを貫通するときに使う素粒子とかで出るんですよ、うん、ミューオンが、ミューオンっていう分子が。あ、山田さんもおそらくテレビでって言うけど、はい、山ちゃんそんな賢くないね。いやいや、そんな分かれへんやろ。僕大好きな芸人さんの全然分かれへん。でも例で出そうやもんね、はい、あのピラミッドを貫通するってなんか、なんか確かにニュースとしてなんか聞いたことあるなと思うけど、クロラブ教授言ってたなって。ミューオン、でも そのことだよね、今言ってる、はい、そういうことです、はい、でおそらく今後そういうニュースで出てくるってことでしょ、はい、そうです、そうです、そうか、知らなかったらキョトンの顔だけど、はい、知ってるから驚けるんだもんね。あのミューオンだって。そうです、はい、この特殊相対性理論が、うん、確か3月ぐらいに出たと思うんですけども、それで書き残したメモがあったんですね。あ、もっと書かなきゃってことで続編で、あ、なんかこれ E=MC 事情っていう特殊相対性理論の論文がまた1905年に出しました。すごいね。これ何かっていうと、さっきのことを覚えていただけてたら大丈夫なんですけど、ちょっといきますね。ロケットです。はいはい。で秒速20万キロ進んでるとしましょう。ありえないですけど、で火を出し、まあ火じゃないですけど、まあ、エンジン出してプラス20万キロを加速したとしましょう。そうするとさっき言った通り 20+20 でニュートン兄さん、ニュートン兄さんは40万キロって言うけども、うん、新生のアインシュタインさんが30万キロです、ね、無理よ、決まったんだと、うん、ということはこの残り、まあ、30万キロまで、そうです、10万キロどうするのよと、うん、でアインシュタイン考えたんですよ。プラス10万キロはどっかに行かなきゃいけないんです、うん、ああじゃあこのロケットの質量でいいじゃん、で、うん、つまりこれは重くなるんですね、ロケットが。あ、ほんで30万っていう辻褄合わせにするってこと。そうです。あ、なるほど。10万キロ分重くなるの。10万キロ分を重くすると。そうです。でこれの計算を数学的にすると E=MC 事情ってなっちゃうんです。はあ、これはその好きなの。質量をかける光の速度の事情、はい、っていう数式が求まってしまうので、うん、エネルギーは質量になるんだ、うん、っていうことが分かるんですね。エネルギー、そうか、エネルギーは質量になるっていうのは難しいな。これの例が原子爆弾ですね。マンハッタン計画や、はい、ちょっと待ってね、はい、もう分かりやすく原子力爆弾の構造の説明してくれへん。分子と分子が衝突したらすごいエネルギーが出るっていうのをよくテレビでなんか図では見るけど、ボールがあってそれにちっちゃな中、まあ、ちっちゃなボールを当てるとこの原子がこう分裂するんですね。割れた時にその時に一部ちょっとだけ質量がなくなってエネルギーに変換されてるんです。ほんですごいあの殺傷能力がある、威力がある爆弾ができる。そう、なぜなら C が秒速30万キロなんで、この2乗なので、あ、ほんのちょっとの質量でも 0.1 とかの質量がなくなっただけでもエネルギーがすごくなるっていう。じゃあやっぱりこの C の事情っていうのは30万かける30万ね、この 1g でもすごいエネルギーだっていう。そういうことで、これをアインシュタインが理論上言って、でもこの当時は、うん、まあ、こんなのあるね、こんなのできたねっていうだけだったんですけど、うん、1925年ぐらいかな、その実際に原子爆弾のちょっと元になるようなのが発見されて、あれあれ、これってアインシュタインが言ったこれになるんじゃないっつって計算してみたんですよ、うん、合ってたんですよ。アインシュタインさんすごいじゃんっていう。アインシュタインはその時論文書いた時は、はい、プルトニウムやウランとかでこうでこうでっていう全く分からずに、全く分からずエネルギーの計算したら、計算したらエネルギーはこうですよってことを1900年初頭に書いてたってこと。しかもまだ爆弾なんてありえないと思ってたので、こんなことできないと思ってたの、科学的にこうエネルギーを取り出すなんてことは。だけどそれが徐々に現実のものとなったのでびっくりしたって感じです。ちょっと分かった、ちょっとだけ。やった、嬉しいです。ちょっとだけ、なんか廊下、なんか右足ちょっと乗せたぐらい。でもほぼかなりコアな部分に入ってますこれは。俺今ずっとチェーンロックガシガシやいや難しいな。ちなみにそのアップデート版がやりますかね、はい、もう簡単に言ってはい、一般相対性理論って言うんですけど、光ってずっとまっすぐのイメージじゃないですか、はい、曲がるっていう、
重力で光が曲がるよって言ったのが一般相対性理論。アインシュタインが。アインシュタインが。この間、はいはい、ブラックホールが初めてちゃんと見えたのよ。あ、そうです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 。3年ぐらい前にブラックホールが初めて解明とか写真で写ったのよね。そうですそうです。ブラックホールがアインシュタインの方程式っていうんですけど、はい、ブラックホールというのがあるんじゃないかっていうのが。あ、そうなんや。アインシュタインの方程式から、その宇宙のすごく遠くの方にブラックホールっていうのがあるんじゃないか。宇宙の姿そのものを表したのがあのアインシュタインの方程式です。興奮しますね。確かに。いや、確かに興奮します。やってた。確かに。せーの、興奮します。やった。あ、分かる。いや、やばい、検証大事。いや、確かに。まずブラックホールっていうのはギュッてゼロになるんでしょ。無になるんでしょ。ギュッて。はい、あの無限大にあの式が成り立たなくなる場所があるんですよ。2箇所とか何箇所か。何とかイコール何とかってあるんですけど、その方程式が成り立たなくなる場所があって、でもなんかなんか磁場みたいなもんちゃう。なんかその場所があるんでしょ、ポイントが。そうそう、うん。それはどうやらブラックホールなんじゃないかって言われてたんですね。当時。でもアインシュタインはそれも場所もわからんし、ほんまにあるかどうかもわからんけど、まあ、ブラックホールみたいな存在があるんじゃないか。でもそんなみんな何言ってんねん、この人アホちゃうかって、はい、また難しいこと言ってはるわぐらいでやったんや。ただし、今度一般相対性理論は1915年に出たんですけど、特殊相対性理論はなかなか証明できない技術だったので、あれだったんですけど、これは今証明できるから証明してねって言ったんですね。何かというと、はい、ちなみにこれ重力だと思ってください。重さね、重量ってね。でこれ光がすごいぶっとい光だと思ってください。でグニって曲がるんですけど、うん、さっきの速さ時間距離で分かるんですけど、このインコースとアウトコースっていうんですかね、うん、でこう距離がちっちゃいのとこっち大なの分かります、うんうん、大型トラックの右折みたいなもんや。そうですそうです。ナインリンクさん、ナインリンク取って、ナインリンクさん、ナインリンクさん、一回膨らまなあかんやん。はい、距離は速さかける時間なので、速さは変わらないんですね。なるほど、なるほど、はい、で距離は伸びたってことは、その数字的に時間が伸びないとダメだし、こっちも小さくならなきゃダメなんですよね。ここの時間とここの時間違うってこと。違うんですよ。だからあのスカイツリーとかの高さにずっともし住んでいれば、時間の流れはちょっと早く。そうです、そういうことそういうことでしょ。そういうことですね、はい、重力の強弱も時間を変えちゃう。変えちゃいます。速さもそうやし、はい、その言うたら重力の強弱もあの時間変わるってことね、はい、でそれをアインシュタインは2つの論文で説明したということ。そうです、人によって違うよ、当たり前じゃないよってことを言ったんですね。はい、もう一回入ってきた玄関に。いやだね、その曲がるっていうのをどっかで証明してくれって言ってたので、1919年にこれで証明したの。はい、皆既日食っていうので。めちゃくちゃ賢いやん。ここに星があったんですけど、太陽で曲がるんですね。光がこう曲がって地球に観測されるんですけど、観測側から見ここに太陽があるから見えんはずやけど、この曲がるから、でここから見るとこういうここにあるように見えるんです。あー、なるほど。これを観測できて、アインシュタインすごいじゃん。分かるやつも賢いやん。だからそこに、え、どこ、え、これだっけ。ここは、ほんまはここにあんのよ。はい、で、でも太陽の重力で曲がって見えちゃうんで。太陽の重力あんの。はい、すごい重力で曲がってるので曲がっちゃうんですね。で、うん、ずっとここやここやと思ってたけど、いや、はい、違うんだと。実際には違う。ここにあるってことを証明できたら、つまり、うん、重力によって光が曲がるってことでしょ。そうです。で、これでアインシュタインすごいじゃんってなったんです。で、逆に最初の方に戻んねや。そうです、あのミスター・チルデンみたいな売れ方です。あー、なるほど、なるほど。だからファーストアルバム実は名作でやったよ。抱きしめたら入ってるやつね。わかった。最後分かりやすく着地した。あれは何それ。で、これで今みんなが使っている相対性理論はこれです。 GPS です。これ大事やで、山ちゃん。ここだから、ここだから使う、絶対。衛星ってあの宇宙にすごい浮いてるんですけど、1秒間に 4km 毎秒で高速で進んでるんですね、うん、そうすると特殊相対性理論ってすごい速いので、1日 7.1 マイクロ秒遅れて進んでるんですね。これがね、こいつが我々の24時間よりもこの人らは23時間なんか23時なんだ、はい、ゆっくりなる。今度高いので重力が弱いところにいます、うん、さらにということは1日 45.7 マイクロ秒早く進むんですよ。おうおう、つまり合体すると 48.6 マイクロ秒進んでるんですね、この機械は。うちらよりね、地球よりも。24時間が38秒早いってことよね、はい、そうです。これをちゃんと考えないと GPS 狂うから、11キロ狂っちゃうんです。なるほど、分かった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 。俺
だけ11キロ分かった。ここもタイムラグがあるから、はい、作る方もアインシュタインの相対性理論を踏まえた上で作らなあかん、GPS は作動せなあかんってことや。だからスマホとか皆さんの機械には絶対この相対性理論皆さんの関係してんだ。全部関係してる。いや、分かりやすいの。要は人工衛星は38秒進んでるって思うことね、はい、まあ、38.6 マイクロ秒なので、マイクロ秒10のマイナス6乗でめちゃくちゃ少ないんですけど、少ないけどそこの誤差あるってことね。それがたまんないぐらいの、そのちっちゃい誤差でも11キロずれちゃうんですね。11キロずれる。計算するときそれを計算して入れないとないとダメなんですよ。接しないんだ、はい、だからアインシュタインさんの発明から、はい、今この人工衛星がね、一生懸命仕事してくれてるけど、いろんな車に、はい、でこの 38.6 マイクロ秒、はい、はあ、っていうのがある。素晴らしい。山ちゃん、はい、一応玄関まだいてるよね。玄関いた。よかったよかったよ。これをだから1週間以内に別の人に誰か俺言わなあかんですよ。言うと覚えれるんですよ。言いますよね。これを絵描いて寝て3日したらもう忘れてるんですよ。これが大変です。